撮り直し最後や。はい、皆さん、こんにちは、ビジマイです。今回第100ジャンル、なんで100って言った、おい。312回目ということで、今回はですね、サターンのハイパースペースバージョンのご紹介でございます。問いなし4本連続ね、ちょっと勢いでやっちゃってね、服装全部一緒なんですけど、許して。ということでですね、サターンは僕が知る限り、青、赤、あとは黄色かな、あるので、第4弾になるとは思うんですけど、今回はですね、黒でなんかハイパースペースっていう名前で生まれ変わりました。ということで、レビューしていきます。クロリン、はい、こんな感じでございまして、まあボリューム1からボリューム3は僕持ってないで初めてゲットしたんですけれども、まあ初期のねやつはめちゃめちゃ高かったんですけれども、こちらはですね結構安めに手に入りました。はい、こんな感じですね、なんかウィンウィンこんな感じになっておりまして、はい、プロデュース&ディストリビューティッドバイエヴァンスさんかなっていう感じでございます。確か第1弾はフランキー・モラレスさんがプロデュースしてたはずなんだけど、変わったのかわかんないですけど、でスペースジャムサターンプレインカールズって書いてありまして、これは誰のサインですか、して方もしよろしかったらコメントちょうだい。ではオープンしていきます。後ろもねちょっと寂しげに1個だけありますね。はい、でシールがないから開けやすい、こんな感じでございまして、ブランクが1枚と、あとはダブルバック1枚っていう感じでございますね。で表側はですね、普通にバイシクとかと一緒で見やすい感じになっております。赤とかも多分一緒かな、色合いとかね。で絵札はですね、ちょっとスモミラみたいな感じに見えなくもないんだが、僕だけでしょうか。まあボリューム4ぐらいからこんなデザインじゃなかったっけ、スモミラって。でこんな感じでエースとか普通でございますね。でスペードのエースはこんな感じで、はい、なんかちょっとホワンホワンホワンシャ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 ってなってて、赤と黒でこうなんか分かれてるっていう感じですね。でジョーカーが2枚ございまして、一応デザインは一緒なんですけれども、色合いが赤と青っていう感じですね。でここのキラリンマークもですね、こちらは黒なのか黒なのか、ちょっと近くで見てみよう。黒だった、黒と赤で分かれてるっていう感じですね。まあ表はこんな感じでございます。守備ピチョパシュ裏ピョン、はい、こんな感じでございます。箱と一緒ですね。あ、一緒ではないか、ここが黒じゃなくてここが白になってますね。でこういうデザインなんで分かると思うんですけど、広げるとですねこういう感じでちょっとつながっているように見えたりとか、あとファンでもですねこんな感じになっております。でこうやって表にしちゃうとですね、まあこういう感じで見えやすいのはトライアンフとかちょっとマジックにあんまり向いてないかなっていう感じになっております。動画で伝わるかちょっとわかんないんですけど、ちょっと広げていくとですね、わかるかな、ちょっとここが濃いのわかりますか。そう、実はですねここの色とここの色はですね、実は地味に違うんですよね。なので薄い濃いっていうのがちょっと分かれるっていうね、ちょっと動画だとここら辺がわかりやすいのかな、肉眼だと結構わかりやすいんですけど、あとここら辺が濃いかな。そう、パッと見はわかりづらいんですけれども、薄い濃いっていうのがね若干あるっていうね、まあほとんど気づかないとは思うんですけれども、どうですかね。あ、ほらここら辺とか薄かったりとかしますよね。そう、そういうのがなぜかあるっていうトランプになっております。光の加減だと分かりやすいかもしれないな、ここね薄いね。うん、はい、で質なんですけれども、まあ、ちょっと柔らかい、まあバイシクとほとんど変わんないっていう感じですね。薄さは多分バイシクより 1,2 枚ちょっと薄いぐらいかなっていう感じなんですけれども、まあ表側はですね、まあインデックスとかも普通なのでいいと思うんですけれども、裏側がこういうデザインなので、さっき言ったみたいにちょっとマジックに使いづらい部分も出てくるんじゃないかなと思います。でこういうデザインなのでね、ディスプレイ系だったりとかカット系のフラリッシュにも全然合うトランプなんじゃないかなと思いますので、ピョン、いいんじゃない。まあ、ディスプレイといえばやっぱりサークルカットかな。ヒュイー、お、なんか目がいっぱいついてるように見える。あはー、分かれない。どうした君、反抗期か。おい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 、よっしゃー、こんな感じです。ポト、はいな。ということで今回はですね、サターンのハイパースペースのご紹介でございました。僕が知る限り多分ボリューム4だと思うんですけど、違ったらごめんなさい。でボリューム1ですね、1個何千円とかすごい高い単位で買われて売られているんですけども、こちらはですね1個多分高いところでも1500円しないぐらいだったので、もしよろしかったらですね、でもいいんじゃないかなと思います。個人的にこういうデザインは好きでございます。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録など、ウィーよろしくお願いいたします。ということで、バイバイビュー。撮り直しやっと終わったよん。これでまた全部消したら泣く。